崎陽軒のシウマイ弁当を初めて食べたのは新幹線の中です。 FM 横浜 84.7 Alpha Link presents Radio Link Radio Link with DJ Chizuru Kobayashi。 小林千鶴がお送りしています。 FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンク。ここからは物流モノシリンクのお時間です。知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます。今回は物流の視点から見る崎陽軒のシウマイ弁当にモノシリンク。ゲストに株式会社崎陽軒製造統括部物流配送課課長青田信孝さんをお迎えしました。よろしくお願いします。こんにちは、崎陽軒物流配送課の青田です。よろしくお願いします。大好きです、崎陽軒さん。ありがとうございますもう人生で数えきれないぐらい食べてますけど、はい、告白していいですか？特に、はいはい、シウマイマンが大好きです。 ありがとうございますそうですね、あれもかなりうちの方ではかなり人気の商品と、うんうんうん、今なってるもので、はい、全部のところで売ってないからたまに見かけると必ず買っちゃう、うんうん、ありがとうございますさあさあさあ、いろいろ、ね、はい、詳しく伺っていきたいんですが、はい、青田さん、崎陽軒に入社されて何年目になられるんですか？はい、ですね、私ですね、93年入社になりまして、うんうんうん、今年がちょうど30年目となります。ちょっとした節目ですね。そうですね、はい、大先輩、はい、青田さんがそれこそ30年前に崎陽軒に入ろう、はい、入社されたきっかけ、はい、動機などあれば教えてください。そうですね、私がですね、まあ、当時入る、まあ、就職のこの中で動いた中で、うんうん、まず神奈川で崎陽軒を発信しているものというところにまず魅力を感じていたことと、うんうんうん、あとは本当に単純に私もシウマイ弁当が大好きで、はい、それが一番の大きいきっかけなんです。はい、仲間ですね、はい、ありがとうございます。好きが高じてというところなんですけれども、はい、今ご担当されている製造統括部、はい、物流配送課では主にどんなお仕事をされてるんですか？はい、私はですね、まあ、物流を主に、うん、統括的に、オペレーションしている業務が主になるんですが、それ以外にはもちろん製造部門とあと営業部門とのですね、お互いの情報を共有しながら、一番どういう形がいいかということを常に、考察している部署になりますね、うんうんうん、はい、そんな中でも崎陽軒の主力商品でもあるこのシウマイ弁当あるじゃないですか、はいはい、まあ、首都圏でおよそ160箇所、うん、そして横浜市内だけでも60箇所以上もある崎陽軒の店舗に毎日どのぐらいの数、はい、運ばれてるんですか？はい、店舗によって入荷数は異なるんですけど、うん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 、1日およそ2万7000食のシウマイ弁当を販売を行っております。はい、1日にそんなに？そうなんです。そんな多くの数のみんなの心とお腹を満たしてくれている、はい、いやーすごい、改めてすごいんですが、はい、店舗の他にもイベント会場などにも運ぶこともあるそうで、うん、はい、はい、そうですね、卒業式や入学式の3月、うんうん、4月、また運動会シーズンの9月、10月は特に多くの注文をいただいております。うんうん、他には、選挙の時や年末年始の仕事納め、仕事始めの時もご注文の方をよくいただいております。はい、もういろんなイベントごとでも大活躍っていうことですけど、はい、今お話があったように、うん、今運動会って秋だけじゃなくて先月5月あたりで ね、 そうですね、開催するところもあるかなっていうイメージがあるんですが、はい、そういう運動会が雨天中止の場合でも、うん、はい、聞いた話によりますと、はい、当日の朝5時までに連絡をすればお弁当キャンセルできると。はい、そうですね、横浜エリアのシウマイ弁当のみという形にはなるんですが、うん、今おっしゃられてました通り5時までに、我々の方にいただければキャンセルの方は受けたまる形はできます。もちろん、主催者とされる幹事様の方が一番懸念とされているその天候の部分を、安心して注文いただけるというところが、私どもの方の取り組みの一つですね。はい、ありがたい。だってお天気ばっかりは直前まで分かんないですからね。そうなんですよね。はい、でもそのキャンセルされちゃった分ってどうなるんですか？あ、これはですね、もちろん我々も先ほどもありました通り、うん、シウマイ弁当はかなりのですね、うんうん、お客様のご贔屓いただいておりますので、ええ、店舗の方の方に販売として充当させていただきます。あ、なるほどなるほど、そっちの方にあてがうんですね。そうですね。でもなぜそこまでの紙対応をしてくださるんですか？
まあ、それはもうお客様のためにですね、うん、全ていやー愛すごい、いや本当に、いやだからこそこうみんなに愛されてる、こういつもあるっていう安心感がそこの土台にあるんですね、はい、きっとね、はい、いやありがとうございます、はい、まあ、そういったね、はい、細かいオーダーへの対応を可能にしてくれているのが、まあ、自前の物流網っていうことであると思うんですけれども、うん、はい、改めてどのようなシステムになっているのか、はい、もうちょっとより深く教えていただけますか。はい、かしこまりました。崎陽軒の配送便は大きく分けて、うんうん、店舗販売用製品を店舗に届ける配送便とご予約のお届けの配送便2つに分かれます。2つ、はい、でまず、店頭販売用の製品を店舗に届ける配送便は、店舗から発注された製品を店舗に届けます、うんうん、近隣店舗の方と組む形になって平均 3,4 店舗、配送をお届けします、うんうん、また崎陽軒の製品は、消費期限が短い製品が多いもので、確かに1日今言った1店舗あたり3回から4回納品する形になります。基本的には決められたルートで配送の方を行うんですが、うんうん、まあ、ゴールデンウィークやお盆、年末年始の道路混雑が予想される場合、ルートを組み替えたり増車したりして配送遅延を、まあ、先ほども申し上げたお客様にご迷惑にならないように対応しています、うん、お予約分の配送便は、日々異なる予約状況に応じた配送計画を組みます。受注の締め切りまでにですね、ある程度その予測する台数を、考えながらお届け先や注文数にもよりますが、1台あたり 3,4 件の、配達をお届けという形で行っております。ドライバーさんって自社で賄ってらっしゃるんですか。まあ、自社の中でも当然賄うところもありますが、うんうんうん、我々どもの方の協力してくれる会社の方と、パートナーシップという形を組みまして日々連携を取っている形にはなりますね。なるほど、はい、自社の社員さんも抱えながら、はい、ちょっと足りないなっていう時は周りに協力をオーダーする、そうですね、はい、形で臨機応変に日々変わるオーダーに対応してらっしゃるということなんですよね。はい、はい、工場はどこから配送されるんですか。ですね、主に横浜駅の、うん、東口のところにまず本社工場が一つございます、うん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 、それ以外に横浜の港北区の方に、2拠点目、あとは東京事業部の方にはなるんですが、東京都の方の江東区にある3拠点で、配送の方は行っております。本社に工場あるの知ってまして、工場見学も行かせていただいたことあります。あ、そうですか、ありがとうございますはい、試食美味しかったです。ありがとうございます。大きめのシューマイ、うん、そうですね、そうそう、あったかかった、はい、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。でもなかなか人気でね。そうなんです、そう、予約取るのが大変だったけど、ぜひともよろしくお願いいたします。まあね、先ほどもおっしゃっていたように、はい、賞味期限が短いからこその1日、はい、3回から4回こう配送したりするなどね、はいはい、きめ細かなスケジュールでこう各地たくさんある売り場に商品がいつも並んでいる状態がキープされていたんだなっていうことを知りまして、はい、たまにこう新幹線乗る前にお弁当が売り切れてて、はい、残念って思ってたんですけど、それはもうブーブー悲しむのはやめます。すいません、そこはね、はい、いやいやいや、また崎陽軒では行政や鉄道会社と協定を結んで、はい、大規模災害や事故の際などに、はい、食料を提供する仕組みも整えていらっしゃるということで、はいはい、具体的にどのような仕組みになっているのか教えてください。はい、鉄道会社様からは人身事故や台風、豪雨などの災害が起きた場合などに急遽対応される食品の方々、また乗車されているお客様のお弁当の依頼を受けます。うん、他にはガス会社様からも災害などの発生した際にガスが止まってしまった地域のお住まいの方々、対応される職員の方々のお弁当の依頼を受けることもあります。うん、こちらに関しては依頼を受けてから増産という形になりますので、まずは店舗の方の発注分を調整しながらまず必要分を準備、その後、まあ、同時にドライバーの方の確保も、させていただきます。急遽の依頼ドライバーを手配するという方はなかなかうまくいかないこともありますので、ですよね、私自身がお届けすることもあります。太田さんが、はい、はいはいはい、まあ、皆様にですね、生活に直結する部分に速やかに回復できるよう、崎陽軒のできることの部分に関して貢献していきたいと考えているのが、いやー、ますますファンです。それこそ今おっしゃってたように、こう災害時って電気、はい、ガス、水道
といった面で自由が効かなくなるからこそ、冷めてても美味しい崎陽軒のシウマイ弁当の存在って本当にありがたいと思います、ね、その冷めてても美味しいシウマイの秘密などを改めて来週伺っていきたいと思います、はいはい、青戸さんには来週も引き続きお付き合いいただき、崎陽軒の物流の今後の、ね、展望などについてもお話伺っていきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで今回の物流モノシリンクは崎陽軒の物流の話題をお届けしました。